おはようございます。ポケモンスリープを開始して312日目の朝でございます。時刻は6時4分です。いつもより早起きなんですけど、ちょっとね胸の怪我もサポーターがあったんで巻いて楽になってて、もうね昨日ポケットモンスターハートゴールドとソウルシルバー買ったんで、もうねポケモンをねもう今日はめっちゃやったろうというふうに思ってるんで、ポケモンやればやるほどポケモンスリープはより楽しめるということですかね。ただ睡眠時間がね結構削られてて、寝るのはちょっと遅かったんですよね。昨日サッカーやってましたよね、ちょっと見てて。で起きたのは4時ですけど、まあそっからなかなか眠れなくて、多分本当にポケモンしたいからモヤモヤしてるみたいな感じはちょっとあったのかなっていうふうに思うんですけど、でまたちょっとね眠るのも入眠もあんまりできなくて、体は疲れてたんですけどね。お、星4いいじゃないですか。これもハートゴールドで出るんですかね。ちょっとねほんと楽しみで、ポケモンスリープをやってからハートゴールドする人って結構レアだと思って勝手に思ってるんですけど、金と銀のリメイクみたいですね、ハートゴールドは。ソウルシルバーとちょっとね本当、まあ、このポケモンスリープ始めてから全然ポケモンの話しないで310何日やってたんですけど、もういよいよねポケモンの話満載で今度後朝話ができるって思うとちょっとワクワクしますよね。成長があると思うんで。でまあちょっと分かんないですけど、ポケモンのシリーズをできて DS からできるってのは結構初心者、ポケモン初心者としては入りとしてすごいんじゃないかなと思ってるんですよ。なんかいろいろ調べたらやっぱ DS にこのポケモンの面白いというか名作があるっていうのは結構見てるんで、古い初期の本のとかでもいいんですけど、やっぱリメイク作品とか結構あるみたいで、ちょっとねクリアするに何時間かんのか、やり込む要素もたくさんあったりするんで、まあ、自分の中で集めながらで楽しストーリーも楽しみながらできるんで、ちょっとねほんと楽しみなんですよ。 DS 買っててよかったなみたいな。もうなんで DS 買ったかっていうと、まあ、カルドセプトってゲームがしたかっただけっちゃだけなんですけど、まあ、もう DS も販売生産中止になっちゃったんで、まあ、それでポケモンができるってのは結構嬉しい誤算というか、結構ソフトは買ってたんですよ。ドラクエだったりとかやったことないですかね、9と11は。で4と7と8みたいな、まあ、リメイク作品もちょっとやりてえなとか、まあ、いろんなレイトン教授とか逆転裁判とか信長の野望だったりとか、そういうのにちょこちょこやっていきたいなというふうに思ってたんですけど、ちょっとねまずポケモンが優先事項かなみたいな。でポケモンずっとやっててちょっと疲れたなってなったら、ちょっと息抜きがてらにレイトンだったりとか謎解きのちょっと入れながらとか、あんまりゲームばっかしてるとやっぱ運動不足になったりとか、ゲーム依存症が怖いんで、まあ、詰将棋 C の本読みのっていう風にうまくねバランスを取っていけたらなっていう風に思うんで、ポケモンね今日ハートゴールドやるのめちゃめちゃ楽しみでございます。